はい、渡辺真由です。今回はね、ハンドガン新武器カップ45解説のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。こちらですね。まずね、ちょっとこれティア、この特別イベントバーバリアンの一番最後ですね。これね、ティア143で獲得しました。これね、動画をまず再生してみます。こちらです。これは BO2 にあったのはカップ40の後継機銃になってるんでね、これね。これ。BO4 で初のハンドガンで初のフロートになります、こちら。BO2 のカップ40めっちゃフロートで、練習速度高かったんだけどね。これまだ1回もまだ使ってません。セラフが今使ってるんだけど。これはいいと思います、これ。まずこの解説やってからその後にプレイ実況動画ちょっと撮ろうかなと思ってんでね。こちらですね。っていう感じで。カップ45フルオート。速い連射速度と高い威力を誇る。かなり強いと思うよ、これ。こちらですね。威力、結構高いね。射程距離。連射速度やっぱ高いですね。命中率。うん。弾丸、マガジンに20発か。装填。で、マガジンが3。60発ですね。とりあえず。レベル2でリフレックスに。レベル、こういった感じですね。ファストマグ、FMJ。グリップがレベル6。ハイブリッドマグが、こういう感じ。グリップで、命中率がプラス1。ハイブリッドマグで、プラス10発まで増えるんだね。うん。こういう感じで。で、迷彩の方が、こちらね。で、ヘッドショットだってるんだね、これね。ヘッドショット100回だね。レッドタイガー。っていう感じで。ハンドガンの迷彩チャレンジどうだったんだろう。まだハンドガンまだゴールド迷彩、レッドタイガー迷彩まだ解除してないんでね。BO3 と多分一緒なのかな。ちょっとこれやっていかないといけないですけど。これはとっても嬉しいですね。今、7でしょ？アタッチメントがないからね。あと3ポイント空いてるんだけど。パーク、グリードまだ解除されてないんでね。とりあえずコンカッションかける2で、これでやって。アタッチメントが解除されたら、こうやってポイント、3ポイント、残り余ってる3ポイント使えるんだけど。メインウェポン組み合わせてもいいんだけど、できたらこのハンド、このカップ45のみでちょっとやりたいなと思ってんだよね。ちょっと短い動画なんだけどね、これで終わりたいと思います。今回はね、ハンドガン新武器のね、カップ45解説のプレイ実況をやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。